見たさ。赤ちゃん諦めちゃうかもしれません。私出野部長との赤ちゃんだと勘違いしていて。まさか。彼女妊娠診断に来てました。え、成田さんと別れて何日でしたっけ。お盛んですね。そんな人です。石川さんが引きずる価値ない人ですよ。ミサオが妊娠。そうか、そうだったのか。テノさんとの赤ちゃんが。でもなんか普通じゃないぞ。じゃあなんであんな辛そうな顔。イサオ、本当に助かったよ。いつもいい情報ありがとう。いえ、お役に立ててこちらこそ嬉しいです。彼女が妊娠してたのはうちのせがれの子供だった。そうだったんですか。ごめんなさい、私てっきり。いえ、どっちにしても感謝してるよ。大事に至らずに済んだ。これから産婦人科に付き添ってくる。え、ようやく決着がつきそうだ。それとしばらくは会えなくなりそうだ。家内の調子がここのところ良くなくてね。すまん。お前今日有給だろ。お仕事中にすみません、伝えたいことがあって。成田さん、赤ちゃん諦めちゃうかもしれません。止めに行ってあげてください。はあ、いきなり何言ってんの。私道川さんのお父様に彼女の妊娠のことを話してしまって、そしたら直接誰の子なのか聞き出したみたいで。え、この後彼女と一緒に産婦人科に行くって言ってました。このままだと中絶させられてしまいます。どういうこと。ごめんなさい、私出野部長との赤ちゃんだと勘違いしていて。だからこんなことになるなんて思わなくて。まさかあの時の。その病院の名前と住所すぐ送って。俺がバカだった。何も見えてなかった。最近ちょっと変だぞ。何かあったのか。うん。ミサオ、ごめん。俺は何も気がつけなかった。いい加減自分に閉じこもるのはやめろ。ちゃんと周りを見ろ。こんな事態になるまで自分のことばかりで。大丈夫か。絶対にお前が望まないことはさせない。俺何だってするから。頼む、間に合ってくれ。待ちなさい。この胸を呼んで何を言ってるんだ。ミサオ、ミチさん、ミサオ、赤ちゃんはお前の体は大丈夫か。産んでよ。俺が
お前らのこと一生守るから。カズヤ、こんなことは絶対許さんからな。あんたさ、一体何してくれてんの？やっていいことと悪いことぐらいわかんだろ！マジで！イクさんのお父さんでしょ？親だったら何してもいいのかよ。ミサオ、こいつに何か言われてこうなったんだろ。私は大丈夫だから。大丈夫？俺といてほしい。ミサオも本心を言って、本当のことを教えて。イチさんと一体親父とはちゃんと話すから。あなたがお父さん？はい。彼女が最初にここに来た時どんな様子だったか想像できますか？決してもうあんな顔はさせないで。はい、すいません。これからもお世話になりますが、どうぞよろしくお願いします。笑い事じゃないよ母さん。だってただの貧血よ。いいって言ったのに。お父さんがお医者さん呼んでくれたしね。全然大丈夫。そっか。うん、それより紹介してよ。あ、俺の奥さんになる人。あ、はじめまして、成田美沙夫と申します。はじめまして。久しぶりに顔見せに来たと思ったら。ごめんなさいね、こんな格好で。あ、いえいえ、こちらこそ突然お邪魔してすいません。私たちのこと。お腹に子供もいるんだ。あら、あ、そう。母さん。俺、結婚するよ。そう。和也は見つけられたんだね。うん。ごめんね。お邪魔しております。本当にすみませんでした。和也さんのお母様にご負担をおかけしてしまって。こんな風にしか生きられなかった私のせいだ。
ミサオ。親父。和也は見つけられたか。好きにやってくれ。親父。もういいだろう。好きにやってくれと言ったはずだ。親父をないがしろにして好きになんてやれない。俺が選んだ人認めてください。どうかお願いします。俺のミサオ。そうだよ。これからもずっとね。シャツと一緒に私ももらってください。成田、お前最高。市川さんが好き。市さんは社長さんになるの？そうだな。もう嫌だ。分かった。お前もいい加減男見つけろよ。お先です。いちさんは私のこと好きですか？俺が好きなんて言うわけねえだろ。ちゃんと好きって言ってください。私いつまでいちさんのいいように扱われなくちゃいけないんですか？好きじゃなかったらこんなにカッコ悪くなってねえ。お前はいろよ。回り道もすれ違いも全部つながってやっとここに。好き。分かってるよ。